ホムス県はシリアの14ある県の一つ。面積は42,223平方キロメートルとする資料や42,226平方キロメートルとする資料もあるが、シリアの県では一番大きい。人口は164万7千人。県とはシリア第3位の都市ホムス。シリア中央部にあり、東はデリゾール県に、北はッカ県、ー県に、西は、 タルトゥース県、ダマスカス郊外県、レワノン国境に、南はイラク国境とヨルダン国境に接する。ホムス県の人口は西に偏っている。西にはオロンテス川が流れ豊かな国葬地帯となっているが、東部のほとんどはシリア砂漠であり、荒涼とした山地が広がっている。パルミラ帝国。パルミラ遺跡のあるタドモルの町は砂漠のただ中のオアシスに位置する。 1260年、第一次ホムスの戦い。1281年、第二次ホムスの戦い。1299年、第三次ホムスの戦い。2011年、ホムス包囲戦。2012年、ホムス構成で、ババームルを政府軍が制圧。2014年5月9日、停戦協定に基づき旧市街で牢上していた藩、体制派が撤退、政府軍が奪還。 ホムス軍、パルミラ軍、アルムハラム軍、タルカラハ軍、軍、アイコールラス軍、アルクサイル軍2010年に、ホムス軍から、北部のタルル軍が分かれ、ホムス県には7軍が属する。右の地図には6軍までしか記載されていない。シリア砂漠に立つパルミライ跡ホムス軍、ホムスアルムハラム軍、アルムハラムパルミラ軍、タドモルア、イコールラス軍、アイコールラスアルクサイル軍、アルクサイル、 シティポピュレーション、シティーズ、タウンズプロビンセス、スタティスティックスマップ、hathttp コロンスラッシュスラッシュ www.statoids.com スラッシュ usy.html。ありがとうございます。